マジックスタート。キャラバン宿駅か。初めてここに来たのっていつだったっけ。あ、そうだ、ナヒーダの意識が博士に閉じ込められちゃった時、砂漠で救援を探すようにって、あいつがオイラたちに知らせを残してくれたんだよな。いつの間にかこんなに経ってたのか。今のスメールってナヒーダの統治でどんどん良くなってきてるよな。この平和がずっと続いて、もうナヒーダがトラブルに遭わないといいな。確かにオイラたちっていつも事件とかの中心になっちゃうんだよな。また何か起こらないとも限らないぜ。もしかしてお前の体質のせいか。お前ってトラブル体質なんじゃないのか。おい、オイラはお前に会うまでは全然こんなじゃなかったぞ。せいぜいクタクタに疲れた時に変な渦のせいで海の中に引きずり込まれて、お前に釣り上げられた程度だな。うん、とにかくナヒーダのためだと思って、オイラたちもそろそろ次の旅に出発しようぜ。こんなところで会うとは思わなかったぜ。あんたら本当にいろんな場所をブラブラするのが好きなんだな。あ、ディシアだ。って、おいおい、オイラたち別にブラブラするのが好きってわけじゃないぞ。いつもやってるのは真面目なことだし、まあ旅とは関係ないかもしれないけど、うん、まあいいや。それでお前はここで何してるんだ。さっきまで砂漠でお得意さんの依頼をこなしてたのさ。特に語れるようなこともない普通の護送。今から報告に戻るところだ。遠くからあんたらを見てたが、何か真面目な話をしてたみたいじゃないか。私にも聞かせてくれよ。マジか、そいつは驚いたぜ。はあ、まあんたらはもともと旅人なわけだしな。ひとところに落ち着けないってのはわかる。でも今後は今日みたいに偶然顔を合わせることすら贅沢になっちまうのか。すごく寂しいぜ。そうだ、傭兵仲間たちと一緒にあんたらを送っていこうか。いやいや、気持ちだけ受け取っておくぜ。ひひ。まさかディシアがこんなにオイラたちとの別れを惜しんでくれるなんてな。また機会があったら遊びに来るぜ。
そうか。この砂漠を越えて、いくつかの水路を渡っていけばフォンテーヌだ。あんたらなら何の問題もなくつけるだろう。それで、いつ出発するつもりなんだ？待てよ。まだスメールで食べてないものがあったような。前に書いたリストがあるから、それを見ながら。なら、私も送別会をやるなんて野暮は言わないでおくよ。余計しんみりしちまうからな。今思えば、スメールが今の姿になったのも、あんたらのおかげみたいなもんだ。やっぱ英雄ってのはいつも、静かに去っていくものなんだな。でも、ナヒーダにも挨拶していかなくていいのか？確かにな。じゃあ、あいつを邪魔しないでおこうぜ。それじゃあここらでお別れだ、旅人。パイモン、雇い主としてでも友人としてでも、いつでも会いに来てくれ。またな、ディシア。またな、スメール。
水だらけだったけど、ここはもうフォンテーヌ領内の港みたいだぜ。フォンテーヌってなんか先進的だよな。工業が発達してて変な機械がいっぱいあるって聞いてるぞ。としてってのも悪くないけど、何か目標を決めた方がいいんじゃないか。どう思う？そうだな。前もオイラたちに有用な情報をいっぱいくれたのはナヒーダだったしな。属性の七姿勢はオイラたちが今接触できる中で一番いい情報源に違いないぜ。うん、情報は多ければ多いほどいいしな。でも水神ってオイラたちと気が合うタイプだと思うか？ナヒーダはめちゃくちゃ個性的なやつだって言ってたけど。一国の神について知るなら、やっぱりその国のやつに聞いた方がいいよな。あそこに話し込んでるやつらがいるから行ってみようぜ。でもあの結末はちょっと悲惨すぎると思うな。目は悪いやつじゃなかったわけだろ。ええ、まさかあんな幕引きになるなんてね。てっきり家族のためにもうちょっと抵抗するかと思ったんだけど。残念ながら私が期待してたどんでん返しはなかったわ。でも彼の物語には感動させられるものがあったわね。そこの二人、何か用か？ずっと何も言わずにこっちを見てるみたいだが。ああ、オイラたち、フォンテーヌに来たばかりの旅人なんだ。二人にいろいろ聞きたかったんだけど、なんか劇のことを話してるみたいだったから、邪魔しちゃ悪いなって思って。劇？いやいや。俺たちが話してたのは現実のことさ。何日か前に審理された事件だよ。そうだったのか？でもさっきの会話、傍から聞いてたら物語っぽかったぞ。実は物語も現実の事柄を改変して作られたものが多いのよ。逆に現実だって誰かによって意図的に演出されている可能性もある。実際本当にあったことかどうかなんてどうでもいいの。舞台上で演じられている物語が素晴らしければそれで十分。ああ、君たちは外から来た旅人だから知らないわよね。フォンテーヌにはエピクレシス歌劇場っていう法廷があるの。通称歌劇場よ。それってなんか軽すぎないか？ああ、別にお前たちフォンテーヌのルールに文句があるわけじゃないけど、罪人を裁くのってもっと深刻なものって印象があるぞ。いいのよ、外から来た人はみんなそう考えるから。
私たちはただ事件の背後にある感動的な物語を無駄にしたくないだけなの。君たちが心配してる審判は厳粛であるべきってことについては、絶対的な公正性を保つ最高審判官のヌビレットさんがいるから何の問題もないわ。それに神が作った審判マシナリー樹脂裁定カーディナルって二重保険もあるし、冤罪や誤審なんてフォンテーヌにはほとんど無縁なの。審判マシナリーってもしかしてある種の機械みたいなやつなのか？気になる。機械があったら見てみたいな。そうだ、肝心なことを聞き忘れてたぜ。そのオイラたち水神に会いたいんだけど、どうすれば会えるんだ？そんなの簡単だろう。歌劇場に行けばいい。水神フリーナ様は毎日歌劇場に入り浸っていらっしゃる。あそこはフリーナ様の一番のお気に入りだからな。二人は多分フリーナ様と面と向かって話がしたいとか、そういう意味で言ったんじゃないかしら。フリーナ様に謁見したいってことなら少し難しくなるわ。かなり前に予約しておかないとお会いできないし、フリーナ様のスケジュールがどんな状況かにもよるから。水神って公務や何やらで忙しいのか？でもお前たち水神は毎日歌劇場に入り浸ってるって。いやいや、フリーナ様はほとんど国の祭りごとには関与しない。予約が難しいのは単にフリーナ様が人気だからじゃないか？そうよ、なんたって私たちの神様なんだもの。話し方や行動が大げさなところもあるけど、それでも人気者なのよ。ププ、人々の神に対する印象が人気者なんて、オイラ初めて聞いたぞ。ちょっとだけ分かってきた気がするぜ。水神はフォンテーヌの大スターみたいな神なんだな。確かに間違ってはいないが、どちらかというとマスコットに近いかな。ちょっと、私たちの神様なのよ。それはあまりにも直接的すぎない？おっと、確かに外から来た人にはもうちょっと遠回しに言うべきだったな。じゃないと逮捕されてヌビレット様に会う羽目になりかねない。冗談はよしなさいって。確かに法律はたくさんあるけど、フリーナ様の悪口を言ったぐらいで罪にはならないわよ。よし、おかげでいろいろ分かったぜ。ありがとな。とにかく水神に会いたいなら歌劇場に行けばいいってことだな。予約しても実際に会えるのはいつになるかわからないけど、まあその間にいろいろ見て回れば。お？何見てるんだ？何かあったのか？まさか海に飛び込もうとしてるわけじゃないよな？
ちょっと話しかけに行った方がいいんじゃないか。次の審判のチケット予約しようかな。どんなタイプの事件か見てからでも遅くないんじゃない？ありがとう。大丈夫。ならいいんだ。なんか思い悩んでるみたいだったから。心の中に留めるしかないことも確かにたくさんある。でもこれは仕方のないことよ。私はただ小さい頃お兄ちゃんと一緒に遊んでた場所を懐かしんでただけ。ほら、あの小さな丘の上。でもお前が指さしてるのって海だよな。もしかしてお前とお前の兄ちゃんは小さい頃、海の中で暮らしてたのか？人々はよく、フォンテーヌの周りにある水を海と言うけれど、実際は淡水で満たされた内陸湖に過ぎない。あの小さな丘のことは鮮明に覚えてるわ。でも、今ではもう海の底。お兄ちゃんはよくあそこではしゃぎ回って、砂ぼこりがたくさん舞い上がってた。周りの空気も太陽の光と海風の香りでいっぱいだった。海は今にも私たちの思い出を飲み込もうとしている。そして私たちをも。おいらよくわからないぞ。見ない顔だね。リネットの新しい友達かい？妹を気にかけてくれてありがとう。リネットはここで昔の思い出を懐かしむのが好きでね。
心配はいらないよ。おっと、自己紹介がまだだったね。僕はリネ、こっちは妹のリネットだ。見たところ外国から来た旅人さんかな。喋ってたんだけど、そのなんか言ってることがよくわからなくて。そうだったのか。リネットがこんなによく話すのは珍しいんだよ。普段はとても物静かでね。会話は僕が担当することが多い。オイラと旅人のコンビもお前たちと似てるぜ。いつもオイラだけが喋ってるんだ。おい、え、そうだったのかよ。私もお兄ちゃんがおしゃべりだって思うことがある。僕たちに似た者同士みたいだね、バイモン。あははは。それで、さっきリネットが言った海は今にも私たちの思い出を飲み込もうとしてる、私たちをもって一体どういう意味なんだ。ああ、それか。フォンテーヌに長く伝えられている予言だよ。いや、正確には予言とは言えないかも。予言っていうのは起こるかどうかわからないものでしょ。でもフォンテーヌではすでに現在進行形で起こってることなんだ。それはどこから話せばいいか。そうだ、この件はまた今度話そうよ。僕たちまだちゃんと挨拶をしてなかったよね。自己紹介だけじゃ足りないのか。こんにちは、旅人。それからこんにちは、パイモン。おい、なんでオイラとは握手じゃないんだよ。リネは一体何がしたいんだ。気にしないで。フォンテーヌにおける交友のマナーだとでも思ってや。もしかしたら役に立つ時が来るかもよ。そうなのか。まあ現地の友達ができるのはいいことだけどさ。そういえばオイラたち歌劇場に行って水神と会いたいんだけど、よかったら道案内してくれないか。クリーナ様に会うのかい。いいよ、ちょうど僕も歌劇場に行くつもりだったんだけど、まずはここでの用事を済ませたいんだよね。僕についてきて。君たち、フリーナ様に会いたいって言ってたけど、
あちらから二人を出迎えに来てくださったみたいだよ。者もグロシを持つ者も持たさる者も杯を掲げよう。グロシがない者は代わりに腕を。諸君らの見ての通り、見知らぬ旅人が我らの国を訪れた。さあ、彼女らに祝福を。遠路はるばるやってきた旅人とその仲間のために祝杯をあげようじゃないか。君たち二人がいくつかの国を派手に荒らしてきたことはもう耳にしているよ。だがそれでも歓迎しよう。いや、それどころかこの僕が直々に出迎えてあげようじゃないか。恐れなど小物が抱く感情だ。僕は神としてそんな無意味なことを心情にして警戒したりはしない。君の経験さはよく知っているから安心するといい。こたびの謁見は僕の力と権力を仰ぎ尊んでもらうためのものだ。賢き者は常に正しき旗のもとに集う。これ以上に英明なことなどないだろう。ようこそ水の国へ。君たちの旅の価値と意義をこのホカロルスが認めよう。さあ、思う存分開催を叫ぶといい。
夜もまだ状況が分かってないぞ。まだフォンテーヌに着いたばっかなのに。それにこの水準、前置きもちょっとなんだか大げさっていうか、その聞きたいんだけど、なんでオイラたちが来ることを知ってたんだ？うん、君たち異教人が凡庸な考えを持ってしまうことは十分に理解できる。しかし神の中にも平凡な神と優秀な神がいるというのを忘れないでほしい。君たちが僕の才能に驚くのも無理はないけどね。今一度自らを見つめ直すべきじゃないか。君たちが本当に神と会話できるほどの人徳と礼儀を兼ね備えているのかどうかについてね。僕からすれば、君たちの情報を得ることなんて指を動かすのと同じで、これ以上ないくらい簡単なことさ。うわ、めちゃくちゃ偉そうだぞ。おやおや、なんだいその目は。もしやこのような歓迎の義務すら満足できないと？もっと何か言ってあげれば気が済むかい？オイラたちが話題を切り出すのを待ってるのか？こんなところでフリーナ様に会えるなんて珍しいわね。二人はもしかしてあの有名な異教より訪れる金髪の旅人だったの？さっきは気づかなかったわ。何何、フリーナ様がいらっしゃったって？何か面白いものでも見られるのか？そりゃそうさ、なんたって異教より訪れる金髪の旅人だぜ。フリーナ様がわざわざここに来られたのは、きっと彼女と素晴らしい対決を繰り広げるために決まってる。おお、そいつは楽しみだ。やっぱりフリーナ様は俺たちの期待を裏切らないな。いかにも。しかし、そう焦らないでくれ。まったく、僕を信奉する民はいつも観衆と一緒になって高らかに叫びたがる。少々耳につくが、僕はそれすらも寛容に受け止めよう。これは褒美だと思ってくれ。君たちの想像通り、僕はこの異教の旅人と歴史的な対決をするつもりだ。いきなりやり合うのか？なんか展開が早すぎるような。それを感じないのか？これは神との対決なんだぞ。何をする気だ、旅人。民の前で神を愚弄するつもりか？古本、気にするな、クロリンデ。神に向かって剣を抜ける者などそういない。その勇気は称えよう。彼女は正真正銘の闘士であると言わざるを得ないな。だが残念だ、この時代の人々は常に刺激を望む。単なる武力対決では飢えた魂を満たすことはできないだろう。確かに言われてみりゃ、殴り合いの対決だけじゃ面白みに欠けるな。
エリギュス島の犯罪者たちもしょっちゅう決闘を通して自分の名誉を守りたがるし、うん、確かに武力対決には飽きてきたな。そうだろう。であれば正義の神である僕がこの異教の旅人と法廷で対決しようではないか。おお、そいつはいい。そう来なくっちゃな。ああ、こっちのホームはフォンテーヌなんだ。過激場を利用しないなんて惜しいな。なんでそこまで観衆の反響を気にするんだよ。その過激場ってとこに浸かりすぎなんじゃないのか。それに法廷で対決するって言ったって何をするんだ。まさかオイラたちを審判でもする気かよ。君たちに審判を下す理由はもちろんあるさ。むしろすでに明白だろ。フォンテーヌの法律において月始めの3日間はいかなるものであろうとフォンテーヌの街中で飛行物体を放つことは禁止されている。君たちはすでにこれに違反しているのさ。おお、確かにそうだった。さすがフリーナ様、フォンテーヌの法律のことなら右に出る者はいない。それのどこが明白なんだよ。そんな変な法律。いや待てよ、オイラのこと飛行物体だと思ってるってことかよ。そうだとも、異論がないなら水神の名において君たちを逮捕しよう。申し訳ございません、フリーナ様。空気を壊すようではありますが、口を挟むことをお許しください。そのパイモンは飛行物体に入らないと思います。そうだぞリネ、やっとまともなやつが話に加わったぜ。オイラが飛行物体なわけないだろ。おお、大魔術師リネ、我が愛しの民よ。僕への反論は許すが、一体どうやってそれが飛行物体でないことを証明する気だい。魔術師ともあろうものが場をかき乱してしまいましたね。そのフォローをする責任は当然ながら僕にある。ちょうど観衆も揃っていることですから、ここで一つマジックを披露いたしましょう。見ての通りパイモンは地球のようなものに分類されるべきです。この糸はずっと存在していて、さっきまでは見えていなかっただけなのだから。それってマジックっていうよりジョークに近いんじゃ。俺は面白いと思うが。よっ、いいぞ。あ、なんつったらいいか。それじゃあフリーナ様のお考えが。す
よリネ君、こういう予想外の展開は大好きさ。君のおかげで今日の演出は完璧なものになった。演出？今日の出来事を演出の一つだって言いたいのか？であれば審判の件はこれで終わりとしよう。正義の神が無実の者に濡れ衣を着せるわけにはいかないからね。だが審判の理由さえあれば異教の旅人どころか、異国の神であろうと僕は裁くことができる。それではリネ君にリネット君、君たちの次のパフォーマンスを楽しみにしているよ。皆の衆もまた会う日まで。よくわからない神だったな。質問する暇もなかったし、話はまた今度だな。さっきのあんな雰囲気じゃ。大したことじゃないよ。たまたまそんな法律があることを知っててね。君たちのために念のため準備をしておいたのさ。まさか本当に役に立つなんて思ってもみなかったよ。これでフリーナ様がどんな神なのか分かっただろう。時々訳が分からなくなるけど、一応は理屈が通じる。単にちょっとしたトリックが見せられるだけさ。それを使って生計を立ててるだけだよ。マジックの助手もリネットがやってくれてるけど、実はフォンテーヌ最高のホールである歌劇場でパフォーマンスを行うのは今回が初めてなんだ。あれ？でもそういや、歌劇場ってフォンテーヌの法廷なんじゃなかったか？事件の審理がないときは様々な公演が行われるんだ。フォンテーヌじゃもともと審判と公演の境界が曖昧だからね。そうだ、これも何かの縁だし。旅人パイモン、君たち二人を公演のお客さんとして招待したいんだけど、どうだい？お兄ちゃんは知り合いが多ければ多いほどテンションが上がるタイプ。いいな。どうせしばらくやることはなさそうだし、それにもともと歌劇場に行くつもりだったからな。それはよかった。だったらしばらく一緒に行動しようよ。道案内もしてあげるからさ。でもまだやることがあるから、とりあえずそっちを。本当かい？じゃあ遠慮なく。これ、マジックポケットっていうマジック道具なんだけど、これをここにいる人たちに配ってきてくれないかな。何するんだよ。
前に予言について聞いてきたでしょ。まずはそれについて詳しく説明しようか。いつからかフォンテーヌにこんな予言がささやかれるようになった。フォンテーヌ人は皆生まれた時から罪を抱えている。正義の国フォンテーヌがどれほど審判を行おうと、それが消えることはない。フォンテーヌの海面が上昇し、罪を背負いし人々が海水に飲み込まれるまで。人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神倉で涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。めちゃくちゃネガティブな予言だな。なんでフォンテーヌ人は生まれながらにして罪を抱えてるなんて言うんだ。罪って一体何の罪なんだよ。人々もいろいろと想像を巡らせててね。一説にはフォンテーヌ人の先祖が海の力を盗んだせいで海が怒り狂ってるとか、別の説ではフォンテーヌ人が初代水神の忠告を無視したせいで天空の島の神の怒りを買ったとか。けどフォンテーヌでは何事にも証拠が必要だ。こういった説にも証拠がないから、全ては想像に過ぎない。フォンテーヌ人ですら自分が何の罪を犯したのか知らないんなら、予言なんて無視すればいいじゃないか。別にやましいことなんてないんだろ。はじめはみんなそう考えてたよ。でもここ数年フォンテーヌの海面が実際に上昇し始めたんだ。すでに多くの場所が海の底へと変わり果てたわ。それらの説を信じず、ただの自然現象だって考えてる人も多い。だけど僕や僕の家族からすれば、フォンテーヌの人々はこんな可能性を無視してただじっと死を待つだけでいちゃいけないと思うんだ。少なくとも海の近くに住んでる人は沈む前に引っ越すべきだ。だからこうしてみんなにマジックポケットを配ってるのさ。これはマジック道具で、高い収納機能がある。引っ越しの時絶対に役立つはずだよ。なるほど、転ばぬ先の杖ってやつだな。なあ、あるいは絶対的な力のみが災害に抗うことができるのかな。どうだろうね。僕たちはあまりにも小さな存在だから。さて、手伝ってくれるなら近くの人にマジックポケットを配ってくれないかな。何と言われようと無理やり押し付けてきてくれればいいからさ。別にいらないよ。たとえ予言が本物だとしても、みんなを飲み込むほどになるのなんかもっと先でしょ。
人は今を生きないと。この先もし何かが起こるなら、起こった時にまた考えればいいよ。それでもやっぱり受け取ってくれよ。万が一って時に役立つかもしれないだろ。わかったよ。ありがとう。私はただ引っ越すことは今の生活を捨てるのと同じだと思って、それが嫌なんだよね。今の暮らしがなくなったら一体どうなるんだろう。そう、君はかの有名な金髪の旅人だったのか。気づかなくて失礼したよ。マジックポケットか、用意周到なんだな。確かに信じないよりは信じた方がいい。それじゃ受け取っておけよ。大魔術師にお礼を言っておいてくれ。それ、君たちも予言を信じてるのかい？俺はいらないよ。お前は予言を信じない派なのか？いや、信じてるよ。でもそっちじゃなくて、もう一つの偶話の方を信じてるのさ。物語によれば、人々はかつて海の中に暮らしてて、海を離れられない存在だった。人々は陸上で暮らしたいと思った。やがて血管が発達し、海を体内に包み込んで陸に上がったってね。だから、たとえ海面が上昇して海に飲み込まれたとしても、ただ帰るべきところに帰ったってのと同じなんじゃないかな。おお、そんな説もあったのか。でも、海に飲み込まれたら人は死んじゃうんだぞ。いや、やっぱりもらっとけって。ああ、わかった。受け取ろう。
俺はただ予言にある人は海に溶けるが死とは限らないと思っているだけさ。もう全部配り終えたのかい？どうだった？みんなその自分なりの考えを持ってたでしょ。ああ、でも災害が本当に起こった時にはきっと今の考えを変える人も多いんじゃないかな。だから準備をしておいて損はない。それでまだ他にやることはあるか？あとはもう最後の一つ。実はマジックポケットはフォンテーヌ邸にある工房のオーナーが作ってくれてるんだ。せっかく行くわけだからついでに材料を持っていこうと思ってね。材料集めだな。どんなものか教えてくれよ。人手が多ければ早く終わるぜ。うん、君たちがいてくれて助かったよ。材料はロマリタイムフラワーっていう植物で、港の東側の海辺にいっぱい生えてるよ。我が義教神は傑物にも恥。形は精神と共にあれ。雨描きがたし。今こそ出陣の時。プロの旅人、仕事が早いね。こっちもいくつか積んでこれたよ。ほら、リネットもちょっとは手伝ってよ。無理、今日は省エネモードだから。じゃないと歌劇場での公演で元気出ないかも。はあ、分かったよ。まだ公演まで時間はたっぷりあるんだけどね。とりあえずことは全部済ませたからフォンテーヌ邸に戻らない？
歌劇場に行く前にフォンテーヌ邸に行くのか。フォンテーヌの大都市フォンテーヌ邸、ちゃんと見ておかないとな。見て、あの子、あっちの女の子。ん？あの女の子がどうかしたのか？オイラは別に何とも思わなかったけど。いや、明らかにスリだよ。実はマジシャンの手法は泥棒と似たところがあってね、どっちも人に見つからない前提で小細工を行うものなんだ。彼女の動きをよく見てごらん。彼女を捕まえる方法を考えよう。かなり警戒してるみたいだから、二手に分かれて行動した方がいい。君たちはあっちのリフトから上に先回りして。もし逃げるとしたら、必ずあの方向を通るはずだから。よし、それじゃあ行くよ。天道地、風の赴くままに。さっ、
Thank you.
まずい、気づかれたか。違う方向に走ってったぞ。どうしよう、追いかけるか。そうだな、もしかしたらオイラたちを誘い出そうとしてるだけってこともあるし。なんか何にも進展がないけど、リネのやつ泥棒を捕まえられたかな。お、行こうぜ。他に無くなったものはないかい？いや、大丈夫だ。助かった。全然気づかなかったぜ。それじゃ、俺はこれで。本当にありがとな。は、取られたものはリネが取り戻したのか？ああ、でも残念ながら泥棒は捕まえられなかった。あの子、物を捨てて僕の注意を引いてね。その隙に一瞬で消えたんだ。その子が消えた大体の方向は見てたよ。でもあの時お兄ちゃんが足をくじいて、私もそれに気を取られちゃった。え、怪我したのかリネ。大したことじゃない、ちょっとくじいただけさ。もう大丈夫。お兄ちゃん善良でいるのはいいけど、もっと自分のことも気にかけて。公園に影響したらまずいわ。ごめんごめん、許してよリネット。はあ、それにしてもあの泥棒、身のこなしがすごかったな。ちょっと予想外だったよ。ま、少なくとも物は取り戻せたし、完全敗北ってわけじゃない。まあでも結果は悪くなかったんじゃないか。リネの親切が無駄にならなくてよかったぜ。さて、ハプニングもこれでおしまい。さっさとフォンテーヌ邸に行こうか。これは純水線だよ。フォンテーヌの全ての用地をつないでるんだ。これが結構便利でさ。まあ道中の景色はほとんど変わらないから、ずっと乗ってるとちょっと退屈かも。だからこそ君たちみたいな友達と一緒に乗らないとね。つまりお兄ちゃんは私と一緒にいても退屈って言いたいの？いやいや、そんなことないよ。ほら、リネットは普段口数が少ないでし
それにリネットと一緒にいるときはなんだか旅っていうより家にいる感じがして。そう、どこの兄ちゃんも妹にはかなわないみたいだな。そろそろ時間だ。早く船に乗ろう。私の人生の中でもとんでもないビッグニュースよ。どうしてフォンテーヌに？君たちがフォンテーヌに来るなんて聞いてなかったわ。えひひ、すごい偶然だな。オイラたちみたいに旅するやつはいろんな場所に行くから、オイラたちがフォンテーヌに来るのを誰も知らなくてもしょうがないぜ。まあ、水神がどうやって知ったのかはわからないけど。あ、そうだ、この二人はさっき知り合った友達なんだ。紹介は結構よ。かの有名な魔術師のリネさんに、その妹兼助手のリネットさん。このお二人のことすら知らなかったら記者なんてとっくに辞めてるわよ。はじめましてね。私はスチームバード新聞社の記者、シャルロット。はじめまして。スチームバード新聞社の記者だったんだね。君たちの新聞社には以前、僕たちの講演の宣伝でいろいろと世話になったや。お会いできて光栄です。みんな顔見知りだし、なんだか一気にフォンテーヌに馴染めた気がするぜ。最近何してたんだ？また何かビッグニュースでもあったのか？最近はまあまあかな。ニュースの素材がないときは歌劇場で最近審理された事件とかを報道してるわ。同じ内容でも報道の仕方さえ工夫すれば読者の目を引くものになる。例えば詐欺師がいかに女の子の気持ちをもてあそんだかとか、金融犯罪の犯人が過去にパン1枚で5日間も食いつないだ経験とかね。はぁ、そうなのよ。さすが、わかってるわね。私が追い求めてるのは独占的かつビッグな超仰天ニュースだから。最近のこういう内容は私の才能を無駄遣いしているとしか言いようがないわ。あ、そうそう、実はある事件をずっと追ってるの。いえ、一連の事件と言った方が正しいわね。連続少女失踪事件のこと？ええ、これはフォンテーヌで最も謎に包まれていて最も話題性のある事件よ。もし連続少女失踪事件が解決した時、一番に記事を完成させてスチームバード新聞社の一面を飾ることができれば、同業者はみんな涙を流して嫉妬するでしょうね。その時のためにもう素材は山ほど集めたわ。あとは真実が明かされるのを待つだけよ。連続少女失踪事件、一体どんな事件なんだ？犯人はまだ捕まってないのか？
そうよ。一件目に起きた少女失踪事件は、なんと20年前まで遡るわ。あの年代から現在まで、ある一定の間隔を空けて少女が失踪してきた。みんな似たような年齢で、どれも痕跡はなかったわ。さらに恐ろしいことに、失踪した少女は誰一人として見つかっていないの。その間に容疑者として逮捕された人も結構いるけど、逮捕からほどなくして事件は繰り返し発生した。ええ、その可能性も十分あるわ。何にせよ、全ての事柄には確かな真実があると私は信じてる。そして真実はいつか必ず明かされる。僕もそう思うよ。少なくとも失踪した少女の家族には真実を知る権利がある。想像したことがあるよ。もしリネットが行方不明になったらってね。そんなことがあれば、僕はどんなことをしてでもリネットを連れ戻すし、絶対に犯人を突き止める。想像だけであってほしいものね。とても楽しかったわ。やっぱりこういった小さなサプライズこそ生活に欠かせないものね。オイラたちも楽しかったぜ。気づかないうちに着いちゃったな。この後まだ取材があるの。そろそろ時間だから失礼するわね。うん、またな、シャルロット。ええ、機会があったらぜひスチームバード新聞社まで遊びに来て。記者の仕事って大変そうだな。ところで、これからどこに行くんだ？その、もしよかったら先に僕たちの家に戻ってもいいかな。集めた材料を持って帰らないと。広すぎてオイラたちもどこから回ればいいかわからないしな。Thank you.
って。Thank you.
マジ。ここが僕たちの仮住まいさ。あ、フレミネ、いたのか。みんなはどこ？この二人をみんなに紹介したいんだけど。リネ？リネット？みんなはさっき出かけたよ。そうか。まあお父様がそろそろ帰ってくる時期だから、みんな忙しいんだろうね。仕方ない。ああ、二人とも。この子は僕の弟で、フレミネだ。すごく腕のいい潜水士なんだよ。こんにちは。あいつは旅人だ。潜水士の弟がいるなんてすごいな。そのリネ、ちょっとこっちに。ん？どうしたの？何か話でもあるのかい？そうか、分かったよ。何かあったのか？いや、何でもないよ。火事とかそういう話。そうだ、フレミネ、旅人と一緒にマジックポケットの材料を集めたんだけど、そっちはどうだった？僕も水中でいっぱい取ってきた。ちょうど渡そうと思ってたところ。さすがだね。やっぱり水中の方が効率がいいか。じゃあ急いで工房に送り届けよう。雨が降ってきたみたい。本当だな。今の今まで晴れてたのに。フォンテーヌの天気って変なの。仕方ない仕方ない。歌劇場で審判がある日はいつもこんなにわか雨が降るんだ。安心して、すぐに止むから。僕はあの伝説を信じてる。フォンテーヌにはかつて水の竜王がいた。今はどこにいるかわからないけど、その水流が涙を流すと空から雨が降るって。小さい頃母さんに言われたことがある。雨が止んで欲しかったら空に向かってこう叫べばいい。水流、水流、泣かないで。もし本当に元素流ならそういった不思議な力があってもおかしくないけど。おお、オイラも試してみるか。
何も起きないね。やっぱり伝説は伝説か。お兄ちゃん、ロマンのわかる魔術師になればもっと人気になれるかもよ。そうだね。もしかしたら知り合いでもない僕たちから慰めを受けても別に気分は良くならないってだけかも。今日の雨は結構降ったね。もうこんな時間か。まずいな。何かやることがあるのか？ああ、歌劇場でやる公演の準備だよ。どうにか今日の純粋戦の最終便までには間に合わせないと。公演当日は純粋戦でエリニス島に来て。歌劇場はその島にある。リネットが歌劇場前の噴水広場まで迎えに行くから。そのもう行く？どうしたんだいフレミネ、今ちょっと急いでて。あ、そうか、マジックポケットの材料を届けに行くのが恥ずかしいんだね。旅人、悪いけど頼まれてくれないかな。これらの材料をボーモント工房のオーナーまで届けてほしいんだ。フレミネはちょっとシャイなところがあってね。あそこのオーナーはおしゃべり好きだから、フレミネも昔から苦手みたいで。うん、いいぜ。オイラたちが行ってやるから安心しろ。本当にごめんなさい。僕のせいでこの恩は必ず二人に返すね。恩だなんて、そんなガチガチに考えなくていいぞ。オイラたちもどうせついでだからな。ありがとう。あのお姉さんは本当に苦手で。おや、見慣れない顔だね。何がお望みだい？買い物、製造依頼、それとも雑談？材料を届けに来たんだ。ほら、なんとかってやつを作るのに使う。ああ、マジックポケットだね。もういくつも注文が入ってるから一目でわかったよ。いや、もうすでに十分な数の資金をもらってるから、あの子たちが何に使うのかを聞いて私も値下げしてあげたかったんだけど。私も商売で苦労してるだろうから、そのままの金額でいいって聞かなくてね。まったく、お金持ちなだけじゃない、本当に優しい子たちだよ。リネたちってお金持ちだったのか。よくは知らないけど、フォンテーヌの魔術師なんてのは
結構稼げるもんなんじゃないのかい？そういえばオーナー、ここの工房っていつもこういう機械で物を作ってるのか？なんかすごそうな感じがするな。機械でやれるなら手を使うやつなんていないだろう。最新の技術を使わないのだってある意味じゃ浪費さ。そして浪費は罪の一つでもある。じゃあこんなでっかい機械一体何で動かしてるんだ？そうだねあんたたちみたいな素人にエネルギーシステムのことを説明するのはなかなか骨が折れそうだね。簡単に言いや、フォンテーヌ人が普段使ってるエネルギーは基本的に立証混合エネルギー、つまり審判で生まれたエネルギーから来てるのさ。え？審判からエネルギーが生まれるのか？どういう原理だよ。あー、私も具体的には説明できないけど、大雑把に言うと、法廷で審判が行われる時、ユシ最低カーディナルが人々の正義に対する信仰を集め、それをエネルギーに転換して全フォンテーヌのために使うってなもんかね。ユシ最低カーディナル、確か神が作った審判マシナリーだっけか。そんな機能もあったのかよ。でもまだよくわかんないぞ。信仰みたいにふわっとしたものをどうやって機械のエネルギーに変えるんだよ。あ、つまり水神はこういう機械を使って信仰から生まれる力をエネルギーに変えて全フォンテーヌのために使ってるってことか。あんたらの言う概念とか考えは私からすると目新しく感じるけど、案外理にかなってるかもしれないね。それから立証混合エネルギー以外にもプネウムシアって呼ばれるエネルギーもある。生産過程では神の力に頼らなくていいんだけど、不安定なエネルギーでね、未だに広い範囲で一般に向けて実用化ってところまでは行ってないのさ。仕事ほったらかしてまた雑談か、オーナー。俺も混ぜてくれよ。なんだってまたここに？あんたらカブリエル商会から借りた金は来月必ず返すと言ったはずだよ。とやかく言われる筋合いは。来月を待たずして逃げられるってこともあるだろう。今日は少なくとも5割、いや7割を回収させてもらう。あんたら、どうやらこの工房経営状況が良くないみたいだな。もう材料も渡したし、オイラたちはそろそろおいとましようぜ。ちょっとちょっと、借金の取り立てをする前にまずは自分たちの方を清算したらどうだい。君たちカブリエル商会が俺たち北国銀行のビジネスを奪うのは別に構わない。でもまさか北国銀行に不良債権を残していくなんてね。おっと失礼、俺が先に話をしてもいいかな。北国銀行のもんか。来月必ず返すと言ったはずだ。
とやかく言われる筋合いは。お、旅人、おちびちゃん、まさかフォンテーヌで会えるなんて思ってもなかったよ。オイラたちもまさかお前がここにいるなんて思わなかったぞ。なんでスネージナヤを離れてフォンテーヌにまで来てるんだ。話すと長くなるけど、実はもう長いことフォンテーヌにいるんだ。それはそれは退屈してたところさ。君たちに会えたのはある意味運命だ。旧友だからってだけじゃなく、どこに行っても争いが生まれる君たちだからね。どう考えたってこの先の日々がぐんと面白くなるに決まってる。オイラたち、お前の言う面白さは別に好きじゃないんだぞ。旅はやっぱり順調じゃないとな。そうだろ旅人。おい北国銀行の男、こっちを無視するな。邪魔しないでくれるかな。旅人と会える機会なんてめったにないんだ。君たちはそこで待つといい。貴様、借金の取り立てに来たのはそっちの方だろうが。なのに雑談が終わるまで待てってか。小僧、お望み通り今すぐ金を返してやる。ほらこっちに来い。邪魔するなって言ってるのに。あ、そうだ旅人、前にトーニャとテウセルを氷釣りに連れて行ったんだけど、テウセルが。おい、図に乗るなよ野郎ども。そいつを始末しろ。はあ、話をする暇もくれないとはね。まあいい、北国銀行からは客に手出しをするなって言われてるけど、君たちからかかってくるなら正当防衛だ。二人とも俺のために証人になってくれよ。まあお前なら一瞬で片付くだろうな。迅速。隙を見せるのはほんの一瞬だ。なんだお前は、強すぎるにも程がある。スネージナヤの北国銀行、まさかお前は。今さら気づいても意味ないよ。北国銀行が君たちの手に負えない相手だってことだけ分かってくれればいい。わからない、手を出そうとした瞬間水元素力が急に言うことを聞いてくれなくなったんだ。まさか神の目に何か。
そんなことってあるのか？神の目の制御を失ってしまうなんて、オイラ初めて聞いたぞ。まあいいや、過度に神の目の元素力に頼れば鋭さを失ってしまう。それに俺には邪眼もあるしね。それでタルタリアはなんでフォンテーヌに来たんだ？北国銀行のお使いってわけじゃないんだろう？ああ、それは最近気分が下がってたからかな。え、なんだよその理由。お前にも悲しい時があるのか？もしかしたら俺も自分のことをあんまり分かってないのかも。近頃、体の内に何かの力がうずくような気がしてね。それになぜか時折気が沈むんだ。もしかしてさっきの神の目の不具合もその力と関係してるんじゃないか？確かにそうかもしれない。そうだな、君たちに言ったかどうか覚えてないけど、俺は14歳の頃謎の深淵に落ちたことがあるんだ。今の力はほとんどその時に習得したものさ。そういうことを俺に教えてくれた師匠がいて、名をスカークと言った。彼女は口数が少なくてとても不思議な人だった。どこから来たのか、何を経験したのか、全くわからない人でね。戦闘の技術を教えてくれる時もすごく厳しかったよ。どうして俺を弟子にしてくれる気になったのか、一度聞いてみたことがあるんだ。確か俺が奴を呼び覚まし、俺の身に奴の痕跡が残されたから。そして将来これらの戦闘技術はきっと役に立つって言われたよ。奴ってなんだ？お前は何を呼び覚ましたんだよ。それが師匠はそれについてははっきり言わなかったんだけど、俺は深淵に落ちる際に見た夢と関係があると踏んでる。夢の中で俺は果てない海の底にいて、目の前には息が詰まるような迫力のクジラがいた。クジラ？そういえばなんかそういうイメージあるぞ。オイラたちとやり合った時、デカクジラの大ジャンプみたいな技を使ってたよな。もしかしてあれか？あれはただの元素力で作った概念のクジラさ。あの夢を見た時から夢の中のあのシーンがずっと心に焼き付いていて振り払えないんだ。だからってそれを自分の技に入れたのかよ。悪趣味だな。なんで師匠に直接聞かないんだ？もしかしたら答えを知ってるかもしれないだろう。そんな簡単に言わないでくれ。あの件以来、俺がスカーク師匠とあの深淵の捜索をやめたことはない。探し続けてもう何年も経つのに何も進展がないんだ。記憶の中で謎の深淵に落ちた場所も今ではその痕跡すらない。うわぁ、なんか階段みたいだな。ああ、手がかりは全て途絶えてしまった。
まあ仕方ないさ。この世の奇遇っていうのはこういう風につかみどころがないものなんだろうね。おっと、いつの間にか話し込んじゃった。そういえばまだ用事が残ってたんだ。今日のところはこの辺で。また北国銀行の仕事か？いや、個人的な用事さ。最近暇な時にフォンテーヌの決闘代理人たちと手合わせをしててね。決闘代理人？そういう職業があるのか？ああ、フォンテーヌじゃ容疑者が法廷に出向く前、名誉を守るためのチャンスとして公式の決闘代理人に決闘を申し込めるんだ。でも決闘代理人は国中の精鋭たちから選び抜かれた強い奴らばかり。その上、決闘に寸止めなんて概念はない。だからこの行為は命を懸けて名誉を守ることの象徴とされてるんだ。勝てば審判を免れ、負ければおとなしく法廷行き。そして最悪の場合、決闘によって命を落とす。フォンテーヌには死刑が存在するという噂だけど、本当に死刑に処された人はまだいないらしい。だからどうしても受け入れられない冤罪とか名誉が第一とか、そういった人だけが決闘を申し込むんだ。そうでもなければ自分の命を懸ける必要なんてないからね。じゃあ本当にその方法で審判を免れた奴はいるのか？それはごくわずかだそうだよ。フォンテーヌの管理者がこんな規則を作ったのは個人の名誉への尊重を示してのことに過ぎないだろう。それに決闘代理人も伊達にその任についてるわけじゃない。これこそ俺がフォンテーヌに来てすぐにそいつらと手合わせした理由さ。今日のクロリンでは噂じゃ決闘代理人の中でも最強らしい。ずっと挑発し続けてやっと手合わせしてくれることになったんだ。お前な。それにしてもクロリンデって名前どっかで聞いたような。どこだったっけ？そうだ、これは君たちが持っててくれ。お前の神の目じゃないか。適当すぎるだろう。こんなもの他のやつに持たせていいのか？この神の目がさっきみたいな状況になって決闘に影響したらつまらないだろう。だからいっそ持たないことにした。それに旅人に預かってもらいたいだけさ。後で取りに来るよ。な、オイラ分かったぞ。次にオイラたちに会うための口実が欲しいだけなんだろう。そんなことないよ。それじゃまた後で連絡するから。タルタリアンのやつ、気が沈むとか言っておきながら結局は相変わらずだったな。これでしばらくやることがなくなったよな。リネ
たちの公演までにこの街をブラブラしてみようぜ。びっくりしすぎてうっかり。でもここの推理小説って本当に面白いな。フォンテーヌの推理小説って八重堂の娯楽小説とは全然スタイルが違うんだな。どっちもいいところがあるけど、オイラからするとこっちの方が新鮮に思えるっていうか。謎が明かされる瞬間とかすっごく興奮するぞ。特に今読んでたやつ、お前も買って読んでみろって。ごめんって、これからは気をつけるぞ。あ、それはそうと、そろそろ歌劇場でリネたちの公演を見に行く時間だよな。出発しようぜ。リネのやつ、歌劇場はエリニュス島にあるって言ってたよな。純粋線に乗っていこうぜ。
ナビア船へようこそ。私はエルファネ。純粋船は間もなく出発するから、頭や手などの体の部位を窓の外に出さないで。純粋船の運営はこれによって起きた事故や損害に一切責任を負わないわ。それからスチームバード新聞を買って。私は全然読まないけど。今回の航行の終点はエリミュス島。行ってみる価値のある場所はルキナの泉とエピクレシス歌劇場。左側上空には有名なフォンテーヌ科学院。実験事故のおかげで新しい観光スポットができるなんて、人の知性って本当に素晴らしいわね。ポートに到着よ。荷物のチェックをしっかりね。乗客の落とし物を遺失物センターに預けるくらいはするけど、手続きが本当に大変なの。私たちメルジーヌの手はペンを持つのに向いていないんだもの。船を降りるときは気をつけて。今回の航行のガイドを担当できて光栄だったわ。ありがとう。いざ、岩山八九。結末に導くのか。結末に期待できる。エピクレシス歌劇場、すっごい貫禄だぜ。こんなところで公演ができるなんてすごいことだよな。道理でリネのやつあんなに楽しみにしてたわけだ。あれ、あそこの噴水に人が群がってるぞ。
神よ、どうか賢く健康な子供を授けてください。そんなことどうだっていいわよ。健康でいてくれればそれで十分。平安な一生を送れることこそ一番の幸せでしょ。ははそうだな。でも僕たち二人の子ならきっとお利口さんだぞ。これフォンテーヌのしきたりなのか。夫婦がたくさん集まってるぞ。バス。どうしたんだ？バス。バス。え？何か聞こえたのか？この噴水はウキナの泉といって、フォンテーヌのすべての水が交わるところなの。フォンテーヌの新婚夫婦はみんなここで子宝祈願をするのが習わしよ。リネット、びっくりしたぞ。いつの間に来てたんだ。お兄ちゃんが噴水広場で待てって言ってたの。忘れたの？それは覚えてるけど。ここは人が多いから当然でしょ。何が言いたいの？おい！脅かすなよ。ピルマからそんなおかしなことあるわけ？そう、確かにあなたに教えてあげられる情報を持ってるわ。もしかしたらその疑問に答えられるかも。それは幻聴なんかじゃない。あなたの水元素の感知力が強すぎるせいで起こったこと。うちにもあなたのような体験をした人がいるわ。水元素の感知力？でもこいつが聞いたのは人の声だろ？元素力と何の関係があるんだよ。あなたはいつ涙を流す？え？ん？なんで急にそんなこと聞くんだ？答えて。悲しい時とかか？それかすっごく嬉しい時とか、すっごく怖い時とかか。ならあなたにも理解できるはず。涙には強烈な感情が含まれている。さっきルキナの泉はフォンテーヌのすべての水が交わる場所だと言ったでしょう。つまり大地に落ちた涙もやがてはここに集まる。あなたが聞いた声ももしかしたら誰かの涙の強烈な感情かもね。それでそいつは何て言ってたんだ？本当にそうだとしたら一体何があったんだろう。その人よりも今はお兄ちゃんのことを気にかけてあげて。普段は余裕そうに構えてるけど本番前はいつもすごく緊張するの。あなたたちと話せば緊張もほぐれるかも。
リネに会いに行こうぜ。やっぱり約束を守ってくれたね。旅人にパイモン、君たちに出会えて本当によかったよ。からかうなよな。ずっと楽しみにしてたんだから、お前の公演を見逃すわけないだろ。そうみたいだね。こんなに早くついてくれるくらいだから。ちょうどよかった。まだ観客も入ってないし、せっかくだから君たちに最高の席を用意しよう。チケットを取ってくるから待ってて。歌劇場は昔から指定席制でね、事前登録が必要なんだ。はい、これはもう登録済みだよ。君たちのチケットだ。わあ、一番前の席じゃないか。ありがとな、リネ。なんてことないさ、遠慮なく楽しんで。おい、皆さん、ちょっとこっちに来てくれないか。ああ、舞台道具の配置にちょっと問題があるみたいだ。アシスタントのコーエルが呼んでるから、ちょっと見てくれよ。うん、オイラたち先に席に座ってるぜ。お前は自分のことに専念していいぞ。座席番号は、あ、この辺だよな。座ろうぜ。
おい、旅人、隣の人にちょっと話しかけた方がいいんじゃないか。誰もいない状況で隣同士なのってちょっと気まずいぞ。お前、まあ分かってたけどな。すまない、この雰囲気に気づかなかった私の落ち度だ。必要な時は気兼ねなく話しかけてくれればいい。あ、聞こえてたのか。耳がいいんだな。さっきあんなに小声だったのに。こそこそしちゃって失礼なことしちゃったぜ。その話をしよう。何を話せば。あ、そうだ、お前もこんなに早くに来て一番前の席に座ってるってことは、もしかしてオイラたちと一緒でリネの友達なのか。友達か。もしリネ君が希望するなら喜んで友達になろう。じゃあ違うってことか。まずいな、雰囲気がますます。あ、そうだ、自己紹介を忘れてたぜ。改めてこんにちは、オイラはパイモンでこいつは旅人だ。オイラたちフォンテーヌに来たばかりなんだ。ごきげんよう、会えて光栄だ。二人の噂はかねがね伺っている。マナーにのっとり私も自己紹介をしよう。私は、ヌビレットさん、公園に来てくれるなんて本当に光栄です。何リネ君、この目で直に君の公演を見られるなんて私の方こそ光栄だ。ヌビレット、あ、もしかして。今話をしてたみたいだけど、もしかしてヌビレットさんの身分を知らなかったのかい。この方はフォンテーヌの最高審判官なんだ。ほら、あそこ、あのポジションは昔からヌビレットさんのものなんだよ。フォンテーヌの公正の象徴と言っても過言じゃない。そうだったのか。さっきは失礼なことを。そんなに大物だったなんて。気にするな、最高審判官などただの仕事に過ぎない。一人一人に自分のポジションがあるように、私も特別なわけではない。それから多少不本意ではあるが、一応言っておこう。さっきからずっと高所の貴賓席からポーズを決めているやつがいる。君たちの目に初めて映った時に最もかっこいいと思い込んでいる姿を見せたいがためにな。気づいてやってくれ。でないと落ち込んでしまうだろうから。うわ、水人フリーナ、なんかすっごく得意げな表情だな。お前に見破られたことになんか全然気づいてないみたいだぞ。
それはよかった。彼女のことは気にするな。私たちは公演に集中しよう。フォンテーヌの水神と最高審判官ってこんな関係なのか。さて、もう少し待っててくれるかい。もう準備はほとんど終わったよ。観客が入り終わったら公演開始だ。やっとか。オイラ、生でマジックショーを見るのなんか初めてだ。すっごく楽しみだぜ。おお、暗くなったぞ。もうすぐ始まるのか。ごめん、気をつけるぜ。本日はお忙しい中、エピクレシス歌劇場へお越しいただきありがとうございます。本日のパフォーマー、リネです。こちらは僕の妹で最も重要なアシスタントのリネットです。さあ、みんなに挨拶して。こんにちは。眠そうに見えますが、こう見えて緊張してるんですよ。好きに言うといいわ。皆さん、こう思っていませんか？自由に元素力を使える神の目を持つ我々にとっては、マジックなんて簡単だろうと。ならば、ここに約束いたしましょう。今日この舞台上で起こることは全て、元素力とは無関係です。私もリネットも、すでに神の目を外しました。これで神ですら、手を差し伸べることはできませんね。なるほどな。いわゆる、マジックと魔法の違いってやつだな。もう待ちきれないという皆さんのために、早速幕開けとしましょう。リネットはこれから少々準備に取り掛かります。どうか寂しがらないで。少しの我慢ですから。すぐに思いもつかないような形で再び登場し、注目の的となってくれるでしょう。あ、それから最後に一つ注意事項を。瞬きのタイミングは慎重に選ぶこと。マジシャンの極意は、有から無へ、無から有へ、千変万化を成し遂げること。近頃の観客はみんな、伝統的なマジックなんてとうに見飽きている。僕が唯一無二であると証明するにはどうすればいい？ここで難題を一つ。注目の中、この水の牢獄から
妹の姿を消してみせましょう。そう難しくはない。人を泡に変え脱出させるだけ。道具の点検はあれほどしとけって。蓋が閉まれば空気でさえ出られない。初心者なら大慌てのところだ。幸い舞台にいるのはこの僕。真の実力をお見せしましょう。リネット、まだいるかい？あんまり離れないで。魔力が尽きたらバレちゃう。うん、ただいま。私たちに簡単に見破られてしまうくらいなら、彼の技術もまだまだ鍛錬が必要ということになってしまう。マジックを鑑賞するときは、声に隠された手法よりも舞台が織りなす過程に目を向けるべきだ。確かにな。リネットが出てきたときはびっくりしたぞ。本当にすごいぜ。ありがとうございます。こちらのパフォーマンスにはご満足いただけましたか？しかし、この不思議な旅はまだ終わりません。これよりもさらに驚くような瞬間を用意していますよ。転移と消失のマジックはまだまだ進化するんです。皆さん、水槽脱出のマジックは一切の隙もないように見えたけど、結局リネットが相手だったから成功したんだなんて思っていませんか？リネットが助手であれば事前に準備する時間は十分にあると。ならば次のマジックはここにいる幸運なお客さんに手伝ってもらいましょう。さあ、魔力に満ちた箱を舞台へ持ってきて。さて、箱は全部で2つあります。一つはここに、もう一つは観客席中央の通路に。勘の鋭いお客さんはすでにお気づきでしょう。そう、次のマジックは入れ替わりです。選ばれたラッキーなお客さんには、僕がこちらの箱に入るのと同時にあちらの箱に入ってもらいます。そして1分後、お互いの箱から姿を現してみせましょう。
皆さん、僕が細工できないよう視界の箱から絶対に目をそらさないでくださいね。うわ、どうやってやるんだ？な、リネって本当に魔術が使えるんじゃないのか？ラッキーなお客さんが誰になるかはこのナンバー抽選機で決めましょう。この機械は完全にランダム。この幸運が誰に訪れるのか僕にだって分かりません。では始めますよ。どれどれ。ああ、第7列3番目のお客さん、おめでとう。じきじきにこの不思議な1分間を体験できますよ。さあ、彼女をマジック箱のそばへ連れてきてくれるかい？箱の中の空間が狭くてごめんね。でもその代わり、緊張がほぐれるよう中は手の込んだ装飾でいっぱいにしてありますから。あなたは何もしなくて大丈夫です。途中で何か不思議な感覚になったとしても絶対に出てこないで。マジックが中断されてしまえばあなたがどこに現れるか僕にも分かりません。気がついたらメロピデ要塞にいたなんてこともある。ええさて、箱に入る前に皆さんに一つお願いしたいことがあります。どうかカウントダウンをしていただけませんか？60、59、58というふうに一つずつ数えてください。少し早くなったり遅くなったりしても構いませんよ。暗い箱の中では何も見えませんから皆さんの声だけが頼りです。あ、意地悪はなしですよ。30秒で60回を数え切ってしまわれては僕も困っちゃいますから。そんなこと言われたら逆に早めに数えたくなるぜ。イヒヒ。おっと、皆さんだいぶ意地悪な表情ですね。やっぱり事前に練習しておきましょうか。60、59、58いきますよ。せーの。60、59、58。そうそう、そのスピードです。それを保ってくださいね。それではカウントダウンが終わった後もう一つの箱でまたお会いしましょう。54、53、52。ヌビレットは数えないのか？私は心の中で数えよう。観客の音量はすでに十分だからな。これは身分と性格によるところだ。気にせずパフォーマンスに集中するといい。そっか、真面目な表情だったからこういうのになれないのかと思ったぜ。40、39、38。リネさん、いるか？準備はいいか？慌てないで。今魔力の方向を確認してるから。どこか変な場所、例えば観客席の上に出て落ちちゃったりしたらそれこそ事故になっちゃうからね。なんかリネのやつ
全然急いでる感じがないよな。何の音だ？な、聞こえたか？まあいいか。みんな気にしてないみたいだし。25、24、23。どういうことだ、リネさん。まだ箱の中にいるのか。うっかり装飾を落としちゃってね。直そうとしたんだけど、中が真っ暗で右も左もわからないや。もう時間がない。装飾なんて気にするな。パフォーマンスの方が大事だ。それはダメだよ。パフォーマンスに欠陥があってはならないんだ。安心して、まだ20秒もあるから。やれやれ、予想外の状況が多くてすみません。なんだかカウントダウンがどんどん早くなってきてる気がしますが、いいでしょう。一つ一つ数えるのは確かに疲れますからね。あと十数秒、十分です。準備はほぼ完了。いや、二人の位置を入れ替えるのは大掛かりだね。僕みたいな熟練の魔術師でも一回で成功できるかどうか。ねね、僕は後ろに行けた。箱の中は同じだからわからないや。え、また失敗。もう一度。ちょっと待ってて。もう5、4、3。しまった、今のはなし。ってことだ。まさかこれ本当に事故なのか。箱の中にはまだ人がいるよな。公演中止だ。医療スタッフは私についてこい。警察隊は現場を保護し、全ての出演者を抑えろ。歌劇場の出入り口も一時的に封鎖する。その通りだ。事故なら原因を特定しなければ、事故じゃなかったらその時は正義の神の審判は免れない。君たちも慌てなくていい。何が起こったのかはすぐ把握できるだろう。不幸なことに、マジックボックスにいた人はすでに息を引き取っていた。死者の名はコーウェル。リネ魔術団のアシスタントの一人だ。舞台上の花火が水槽上部のロープに引火したことが水槽墜落の直接の原因となった。
なぜ箱の中にいたのが選ばれた観客でなくコーエルだったのかについてはまだ原因を突き止められていない。だが警察隊が捜索したところ、あの少女は蒸発したかのように行方知れずになった。こうなればもう単なる舞台の事故とは言えない。連続少女失踪事件に属する一連の事件とも多くの特徴が一致している。連続少女失踪事件？連続少女失踪事件ってシャルロットが言ってたあの事件のことだよな。わかった、わかったよ。一目で見通せる謎を目玉にしてくれるとは、僕たちも見くびられたものだね。腕の立つ全能の魔術師リネ君こそが連続少女失踪事件の首謀者じゃないのか？どうして僕が？これは完全なアクシデントだ。全てはマジックショーの最中に起こったことだ。少女が選ばれて消えたことも、君のアシスタントが帰らぬ人になったことも。今にして思えば、前置きの有から無へ、無から有へは一種の挑発だったわけか。嘘だろ？本当にリネなのか？でも、こいつはずっと舞台上の箱の中からオイラたちに話しかけ続けてたんだぞ。それにこいつは出会った時から連続少女失踪事件の犯人を捕まえたいって言ってたんだ。自分を捕まえたいだなんておかしいだろ。言い争いはそこまでだ、フリーナ殿。今の発言はリネ君やその仲間に対する告発と受け取ってよろしいか？え？僕はただ彼のことを。告発について話すには時期尚早じゃ。フリーナ様の推理、確かに理にかなっています。自ら正義の主催をされるんですね。トリックの裏に隠された誘拐と殺害の事実を一言でズバリと言ってのけるとは、さすがフリーナ様。コホン、その当たり前だろう。見えすいた真相より目の前の相手の方が僕を興奮させてくれるんだ。さてそこの異教の旅人よ、君は手を差し伸べるんだろう。この前はリネ君に大いに助けられたはずだからね。なら問題ないね。諸君、実はこの旅人と初めて対面した時に僕らはすでに一度対決を行っているんだ。それがまさかリネ君の助けで引き分けになってしまうとはね。引き分けというのは一番つまらない。いずれ必ず君との決着はつく。そのクライマックスが遅かれ早かれ訪れるとするなら、歌劇のフィナーレにこそふさわしい。あいつ、あの時負けたよな。よかろう、告発成立だ。告発があれば審判するのみ。旅人フリーナ殿は君を相手として見ている。彼女の大げさな言い方は置いておくとして、君自身の意見を聞こう。
君はリネ君の味方となって彼を擁護し、彼の代理人になる気はあるか。わかった。審判は明日歌劇場で執り行う予定だ。双方自由に事件を調査し、真相を究明するがいい。リネ君と彼の魔術団には当事者として全員歌劇場で待機してもらう必要がある。残りの観客は警察隊の確認が取れ次第順番に退出してくれ。一日はあっという間に過ぎゆくものだ。名高き大物の君が一体どんな波を巻き起こせるか心から楽しませてもらうよ。リネ、君たち驚かせたよね。そっか、僕もだ。コーエルが、なんでこんなことに。さっきはみんなの前だったが、今は僕たちだけだ。正直に言ってくれていい。君は僕が犯人だと思うかい？そうだね。僕でさえ事情を把握できてないんだ。君にとってはなおさら判断しづらいと思う。周りから見れば僕は第一容疑者なんだろうけど、僕からすればこの一件は謎だらけだ。解せないことばかり残ってる。舞台上の不測の事態が単なる事故だったのかどうかもわからないし、コーエルがどうしてあそこにいたのかもわからない。それと選ばれた少女がなぜ突然行方不明になったのかも。誰かが細工をしたとしたら一体どんな手段を使ったんだろう。このトリックをよく理解している人でも、1分以内にそんな細工をするのはどうしたって不可能なはず。ふふん。それこそ調査の価値があるぜ。本にも書いてあったぞ。不可能なことは起こりえない。起こったなら必ず可能性はあるってな。街で本を読んでた時、かっこいいなと思ってついでに買ったんだ。あ、モラはオイラがコツコツ節約してた分で旅費をこっそり使ったりはしてないぜ。かわいい。よくわかってるじゃないか。君の言うことも一理あるな。こうして落ち込んでないで、早くいつもの調子に戻らないとね。とは言っても、今は僕とリネットの一挙一動に警察隊が目を光らせていて、自分たちで容疑を晴らそうとするのは至難の業だ。君が僕の代理人になってくれて本当に良かったよ。重ね重ね、ありがとう。今よろしく。
に一つ聞いていいか？リネがマジックをやってた間、リネットはどこに行ってたんだ？あれか、トリックの核心となる秘密に触れてしまうんだけど。秘密はもう守れないと思うよ、リネ。そうだな。これほどの大事件になってしまえば、マジックの種もきっと証拠として審判に関わってくる。残念だ。マジシャンにとってマジックショーは一種の創作物だとも言える。僕たちは本当に多くの心血を注いできたんだ。でもこの秘密が事件の真相を見つけるのに役立つのなら、それもまた相応の価値を発揮できたって言えるはずだ。トリックを解説するならここを出ないと。僕たちは警察隊に話してくるから、君たちは舞台と客席の方を先に調べててくれるかい？うん、それじゃあ行こう。ここにいる観客がみんな行ってしまう前にな。名探偵がついに動き出すぜ。おまわりさん、こんにちは。調査に何か進展はあったか？なるほど、あんたがフリーナ様の言ってた異教の旅人だな。先に言っておくが、このトラブルに首を突っ込まない方がいいぜ。え、どういう意味だ？ついてくればわかる。死者はコーエル、ミネのアシスタントの一人で入団して間もなかったが、コツコツ頑張ってるってんで、みんな彼に対しては好印象を持っていた。アシスタントの仕事は主に道具の設置や点検、それから舞台上でショーに協力したり雰囲気を作ったりもする。水槽が突然墜落して箱の中にいるコーエルに当たってしまったとこは、客席にいたあんたらも見てたはずだ。そこが消せないところなんだ。調査は行われているものの、残念ながらあの少女の行方は未だに特定できていない。だがこれを見ろ。マジックボックスはちょうど水槽の真下にあり、ロープは花火に燃やされて切れちまってる。事故として見るにはあまりにもできすぎている。だがこれが入念に計画された事件なら、この配置にも納得がいく。そしてリネこそがこの全てを実現できる可能性の一番高い人物だ。でもあいつに動機なんかないぞ。あんたらはリネの親友か？そこまでじゃないし、短い付き合いだけど。短い付き合いだけでそこまでの信頼を得られ、さらに代理人まで喜んでやらせるとはな。この世に魔術なんてものが存在しないことは知っている。そして魔術師が一番得意なのは人々を意のままに操ることだ。俺はおびただしい数の事件を見てきた。人というのは全ての証拠の中で一番信頼に値しないものさ。すまない、俺はストレートに話しちまうタイプなんだ。善意で忠告していることだけ分かってくれりゃいい。もし気になるなら事件現場を調べてみてもいいだろう。何か予想外の収穫を得られるかもしれんしな。
人は誰な、どうして犯人は誰なんだ。きっと計画的な犯行なんだろうな。どうしてあいつが、おかしいぞ。